私が嫌いなのは、過去の失敗やどうにもならないことをうじうじ考えてるやつのことよ。そういうロマンチックなのは私嫌いじゃないけど。とにかく早くこの状況をなんとかすっぞ。お前と恋人同士なんて耐えらんねえ。はこっちのセリフやアホやし。クラスの大体のことは分かる。何冊も作ってたからな。だから手伝ってやってもいいぜ、そのノート作るの。お前は嫌なやつだけど、お前の気持ちは少しは分かるからな。ほんと可愛くないよな、お前って。さっきからお前、妙におとなしい。桐崎さん、うっさい。ちょっと黙っててよ。こっち見たら、殴るからね。お前まさか、怖いのか。こっち見たら殴るって言ったでしょ。理不尽。やばい、足つった。しかも両足とか。あ、桐崎さん。息をしてない、楽。人工呼吸だ。なにぃ、ナムさん。こっち、何やってんだよ。こいつがあの男の子のわけが。それにこいつ言ってたじゃない、こいつの言う約束の女の子には再会の印にペンダントをもらったって。どうかしたか。なんでもないわよ。おい、みんな、こいつんちって実はさ、ギャング、日本でいうヤクザみたいなもんだ。へえ、すごいね。だって一条くんと同じってことでしょ。あれ、どうしたの。な、平気だろ。それでジョージはどうなったの。あ、ごめん、続き。だって桐崎じゃイメージが違いすぎ。いいえ、違うわ。ジョージ、私こそがあなたの運命の人なのよ。何やってんの。汚いわね。別に。すっごい綺麗な金髪。わかったから、すぐそのドヤ顔引っ込めろ。しかし彼氏の方は冴えねえな。なんであんなのと付き合ってんのかな。遊びに決まってんじゃん。容赦なくムカつくな、お前は。これやるよ。ったくバカなんだから、欲しくて買ったんならこのくらい知ってなさいよね。こっちがバカ見ちゃったじゃない。でももしあれが本当にプロポーズだったら、私どうしてたんだろう。何よ、ぼーっとしちゃって。お前は大丈夫かよ、その緊張とかセリフとか。大丈夫、要所はもう覚えたから。行こう、始まるわ。んだよ、その笑顔は。あ、私はまだその開けなくてもいいんじゃないかな。落ち着いた方がいいっていうか、それにあくまで子供の頃の話なんだし。ああ、桐崎さんったら、自分が運命の相手じゃないと分かるのがよほど怖いのですわね。分かります分かります。別にそんなんじゃ。なになに、急げ、そこにいるか。ママといるはずじゃなかった。指名したりしばかれ、とにかく一緒に来てくれ。ちょっと待ってよ、そんな急に。どこに行くのかくらい。あ、大きいホテルのスイートルームだよ。そっかそっか、今日だったんだ。なるほど、それでか。いくら偽の恋人だからってそこまでしてあげる義理はないはずだけど。うっせえな、分かってるよ。どうして素直じゃない。バカバカ、私ってバカ。何よ今の態度は、余計私辛くなっちゃったじゃない。どうして私ってこうなの。ちょっと落ち着けて、放課後ちゃんと一緒に探してやっから。でもあれは。分かってるよ、花さんにもらった大事なリボンだもんな。きっと見つけてやるから。それもそうだけど、あれはアン。アン、い